あなたたちに集まってもらったのは他でもないわ。新しい歴史改変が見つかったの。歴史改変ですか？ええ、これはバーダックとフリーザが戦う歴史。原因はまだわからないけど、バーダックが本来よりも強くなっていて、フリーザ軍の兵士がどんどんやられているわ。このままではフリーザまで倒してしまうかも。バーダックがフリーザを倒してしまったら、どれだけ歴史が変わってしまうかわからないわ。あなたは歴史修正に向かってちょうだい。トランクスは今回も私のサポートをお願い。タイミングを考えると、フューが関わっていないとも言い切れないわ。くれぐれも気をつけてね。時の海王神様、俺にはあの人の背中を守ることができないのでしょうか？バーダックの歴史はあなたが生まれた歴史とつながっている。移動先の歴史に関与してはいけないことがタイムパトロールのルールよ。わかりました。これも一つの機会なのかもしれないわね。ほら、フリーザー軍ってのはこんなに弱かったんだ。ひ、いるくな、カズメを仕切るんだ。あ、いや、確かに元の歴史のバーダックスよりも明らかに強くなっています。あんしたに用はねえ。ほい、リザーブ。なんだ、少しは骨のありそうな奴が付き合うだろう。バーダックスサイヤ人たちが倒れたら、この歴史は修正しなければいけないわ。フリーザ軍と協力してバーダックを抑えるのよ。君、未来を変えようとしてるんでしょ？僕が協力してあげるよ。なんだと思う？てめえみてえな奴は信用ならねえ。おっとっと失せろ。そんなこと言っちゃってボロボロじゃない。人の親切は素直に受け取るものだよ。見てなよ。どうかな、どうかな。今のが全力だってんなら願い下げだぞ。まさか。せいぜいお役に立ってみせるよ。お疲れ様です。ヒムを逃がさなければ。トランクス、あなたに聞きたいことがあれば。皆さんたるんでいますね。これで全てが変わるよ。僕がいるんだからね。逃がさんぞ。
ほほ、綺麗な花火ですよ。行くよ。へい、入って。なんと、よいしょっと。やはりお前の仕業だったのか。ヒュトランクス、ここは終わりと始まりの書の歴史だよ。君はここに来ちゃいけないんじゃないの。タイムパトロールの元いた歴史に関与してはいけないというルール、それは過去の俺が犯したような過ちを誰かが再び繰り返さないため、時の海王神様が定めてくれたルールだった。でも今の俺は昔とは違う。俺はタイムパトローラー。正しい歴史を守ることが俺の使命だ。ほう、サイヤ人は滅ぼすつもりでしたね。そこのあなたたちは私に忠誠を誓うということですね。素晴らしい。好き勝手言いやがって。いやいや、落ち着け俺。あいつの言うことは無視するんだ。採用試験代わりです。そのミスクラどもを葬りなさい。いずれ俺がこの手で倒すとはいえ、クリザ軍の味方をするなんて。何をブツブツ言っているのですか。口を動かす前に手を動かしたらどうです。偉そうに。へえ、時の海王神とそんなに変わらないんじゃない。確かに。私はあなたにやるんじゃないわよ。ここまで追い詰められることは想定してなかったな。随分な低たらくじゃねえか。言うねえ君。それじゃあギアを上げてくよ。メガネの回、なかなかの戦闘力ですね。あんな下級戦士の味方をするよりも私の下で働いてくれませんかね。惜しい人材ですよ。弱い戦士などサイヤ人でなくても願い下げです。その点お二人は見込みありですね。大丈夫かいバダ君。
あなたの意志は俺たちが継ぎます。だから。やりすぎなんだよね、君。ちっ、一人、一目損なってしまいました。お二人とも私のためによく頑張りましたが、今回は不採用とさせていただきましょうか。俺はもう同じ過ちは繰り返さない。これがこの歴史の本来あるべき姿なんだ。バダック、楽しかったよ。また会えるといいな。ああ、今回は邪魔されちゃったけど、前回は僕の計画通りに進んだから一生いっぱいってところかな。また会おうね。次は負けないよ。お疲れ様、二人とも。特にトランクス、立派にタイムパトローラーしてたわね。なかなかやるじゃない。ありがとうございます。ですが今回もヒューには逃げられてしまいました。いいのよ。フューが終わりと始まりの書の歴史に介入したのは、さすがにヒヤヒヤさせられたけど、悪いことをしたいってわけじゃなさそうだし、また返り討ちにしちゃえばいいのよ。そのうち、とっ捕まえてやりましょう。そうですね。あ、一応言っておくけど、トランクス？私はあなたが歴史修正に行くことを 100% 許したわけじゃないんだからね。そこだけ勘違いしないように。そんな。今回はお試しみたいなものよ。まあでも、よくぞ成長してくれたわ。トランクス、これからもみんなで歴史を守っていくわよ。はい、これからもよろしくお願いしますね。